お、来ましたね。はい。参加者2人来ました。1人ですね。来ました。あ、おう、9時になりまして、ズーム婚活会、始まりました。まだ、誰も来てないですね。これからどうなっていくんでしょうか。とドキドキでありながら、もしかしたら誰も来ないのかなっていう、そんな不安も、ありますが、待ちましょう、ここは。はい、待ってみたいと思います。誰も来ないっていうことも、ね、なくはないのかなっていうのは、思っています。まあ、それもまた残念ですけど、なかなかこの、ズームっていう、ね、アプリ、まだ、分かってない人もいらっしゃるかもしれないですし、使い方も、まあ、そんな難しくはないんですけど、はい。自分も、つい最近、初めてズームを使ったんですけど、その時は、ちょっと戸惑いました。まず、ダウンロードするとこから始まって、その時間通りに参加できなかった、ことがあったんで、はい。まだ、信じて、待ちたいと思いますね。はい。まだ1分しか経過してないので、ね、どうなっていくんでしょうか。予想的には、そうですね、冷やかしでも、誰かしら来るんじゃないかなとは、思っています。3人ぐらい来てくれるんじゃないかなとは、思います。はい。冷やかし含めて。あの URL から飛べるのかなっていう不安もあるんですけど、多分まあ大丈夫かなとは思ってるんですけどね。ちょっと自分の方でも確認しましょうかね。今回あのブログと、まあインスタのストーリーからでもいけるようにしたんでね。ちょっと見てみましょう。いけますね。これを。ちょっと複雑っすね。携帯からだと、一回コピーして、サファリとかに、あ、いけますね、やっぱりね。そう、これ普通に見れる人は見れるとは、思うので、今の状況も見れなくないのかなとは、はい、思います。この参加するっていうボタンがあれですね、しないとなんないんで、一応この状況も、お、来ましたね。はい。参加者、二人来ました。一人ですね。来ました。あ、でも、出て失礼しまいましたね。こちらの方で画面が一応見えて、誰が申請出してくるみたいのが、見ました。今、一応名前は表示されたんですけど、実際に入ってこられなかったって感じが、取り消したのか、ちょっとわかんないんですけど、本気で、来てくれたのか、それとも嫌がしだったのか、ちょっとわかんないですけど、ね、ちょっと待ちたいと思います。この待ってる状況も、見られたり、あ、来ました。おう！これは、許可していいんでしょうか。あ、またいなくなってしまいましたね。ちょっと同じ方の名前の表示が出てたんで、はい。一応こちらの方、今回録画させてもらって、後日 YouTube の方で、アップするので、はい。これでね、いい感じに参加者もいれば、絵にはなるんですけど、誰も来ないと、そうですね、ちょっと、残念な感じになってしまうんですが、はい、5分経過しましたね。さあ、これからどんな感じになっていくかっていう、ですね。何分くらい待ちましょうかね。10分ぐらいは、続けていきたいとは思います。まあ、10分経って、誰も来なかったら、終了かな？このまま結局一人で、ずっと喋ってるのも、ちょっとすごい不思議な、状況になりますので、はい、気まずいです。待ちましょうかね、これはね。本当、ズームで婚活会って、ね、なかなか斬新かなと思っていたんですけど、どうなんでしょうかね。他にもやってる方もいらっしゃるのかもしれませんけど、まあ、やっぱり今のね、コロナの時期で、なかなか外にも出られませんし、もう本当、毎日夜は必ず家に
いるような状況が皆さん続いている人が多いのかなと。はい。自分の方が東京に住んでいるので、まあ、関東、そうですね、ほとんどの場所がね、自宅待機、自粛ですね。はい。自粛になっているので、この時間、外出て飲み歩いてみたいな人も、まずいないとは思うんですけど、はい。なんで、自分ももう予定がほぼほぼキャンセルっていう状況になってしまって、自宅ですよね、ほとんど。はい。なんか練習したりとか、スポーツ、自分結構本気で頑張って、アスリートとしても活動しているんで、はい。外を出て、今日も練習とかは行ってるんです。仕事とかはほとんどね、できるのが限られてきているので、この先どうなっていくのか、ありますね。実際これ夏ぐらいまでもっと行くかなっていう感じですかね、コロナの影響が。どこまでなるかちょっと、わかりませんけど。まあ、みんな同じような状況ですからね。自分たちができることをやっていくしかないっていう状況だと思うので。なかなか厳しいですけど、頑張っていきたいと思います。今日なんかその、もともとメールをその、事前にいただければ、その、マンツーマンで、こちらのズームを使ってお話ししたいとは思っていたんですけど、メールは何通か来たんですけど、普通の応援のメールとかだったりとかして、直接その、はい、マンツーマンで参加したいですっていう、はい。のは来なかったんですけど、残念ですね。はい。っていう感じで、まもなく、今9時9分ですね。はい、9分経過です。で、今のところは、一人、あれですね。何回か入って、抜けてみたいな。もしかしたらその、ね、不具合でできていないのか、ちょっとなんかね、面白半分で覗かれてるのかもしれませんけど、なかなか、この状況はどうなるかなっていう感じなんですけど。うん。まあ、そうですね。最初3人ぐらい来るかなとか言っていましたが、この感じだと結局誰も来ないで終わる可能性が大になりますね。はい。ただいま10分経過しました。もうちょい待ちましょう。はい。諦めの悪い男です。なんかね、誰かしら、ね、来る可能性もありますからね。はい。15分。15分までは行きましょうか。次の目標は9時15分まで。で、はい。プロテインでも飲んで。はい。どうなるでしょうかね。皆さん、でもね、ほんと、この期間、どう過ごしてるんですかね、家とかで。自分はなんかもうね、これを機にとか前からですけど、YouTube もうちょっと頑張ろうかなと思って、なんかいろいろと、やっぱり、ね、一生残る、まあ一生かどうかわかんないですけど、ずっと残るものだと、もうね、何かで、そう、自分にプラスになればいいなと思っているので、ちょっと頑張ろうかなっていう感じでは思っています。やっぱり、自分もカメラマンをやっているんですけども、形として残すものがやっぱ好きなので、時間差でうまくいくことも、あったりすると思っています。はい。自分のやっぱりね、やりたいことをやって、それが仕事になるってなったら、本当にいいことだと思いますし、なんかこれをきっかけに自分のことを知ってくれてる、知ってもらえる人が、増えて、何かしらね、そのプラスに、転じることもあると思っていますので、頑張って、続けて、今どのぐらい続けてるんですかね、もう半年ぐらい経ちましたかね。はい。結構頑張ってやっているんですけど。で、こっちのチャンネルの方が、なんとかね、1000人に、到達して、それもすごい大変だったんですけど、なんかもっと簡単に行くもんかなとは思っていたんですけど、なかなか、難しくて、すごい苦戦しましたけど。ね、なんとか1000人行くことができて、はい、そこはすごい、目標達成して、すごい感無量でございました。まあ、といっても全然まだそこから、伸び悩んでいて、最近とかもそうですね、再生数もそこまで、多くなくなってきているので、ちょっとなんか、ね、どうしようかなというのはあるんですけど、まあ、一番やっぱり自分のその、
やりたいことをしたいなっていうのがやっぱり、すごい強くて、はい。やっぱ自分がやってて楽しいことをじゃないと、なかなか続かせることも厳しいなとは思うんで、はい。やっぱりそうですね。やりたいことをやって、それを続けていくっていうのをね、大事に、しています。はい。なんでね、この、ちょっと一回その、まあ、もともと婚活ね、のみで、やっていたんですけど、今は旅っていうのを軸にして、まあ、恋愛のことであったり、まあ、恋愛の旅っていうか、まあ、本当誰かと最後の運命の人と出会うまでは本当旅してるようなもんだなってことで、恋愛の旅と、はい。でも実際のね、海外に行って旅して、自分もカメラマンでもあるので、ね、そっちの旅、本当の旅ですね。あとまあ、スポーツも今度からちょっとずつ出していこうかなと思うんですけど、まあ、スポーツの旅。はい。まあ、いろんな旅が、あっていう感じでやっていきたいなと思っておりますね。今後ともね、応援していただけたら嬉しいです。はい。という感じで、まもなく、15分になろうとしています。まあでもこれなんか逆にあれですね、ほんと誰も来ないで一人で喋ってるっていう状況もトレーニングになりそうですね。この状況といい。はい。修行ですね、これもね。はい。自分もともと話すのがすごい、苦手な人間なので、なんかそういうのも、鍛えられるかなと思って、はい。動画配信ですね。で今回 YouTube に関しても、やっぱり、その、話すってどんな職業でも、すごい大事なことだと思いますし、まず人間関係をしっかり作るっていうのは、ね、自分らしさを出す。自分のね、仕事でも、恋愛でも、友情でも、家族でも、何でもそうですけど、まずはコミュニケーションを取らないと、やりづらいことも多数あると思うので、自分のね、パフォーマンスも発揮できないこともあるかもしれませんし、っていう意味でコミュニケーション能力を高める。はい。話す力を高める。はい。まさに、こういうふうにずっとね、喋って鍛えられることもあるなと思って、始めましたね。という感じで、じゃあ自分に課題を与えて、そうですね、20分まで行って、ダメでしたら切りましょうか。っていう感じにしましょうかね。あと2分。なりましたけど、このまま来ないで、終わるのかなっていう状況が、濃厚なんですが、どうでしょうかね。はい。おそらく、9時って言われてね、9時20分とかになかなか来ることはないと思うので、これはもう来ないなっていう、自分の中で、覚悟ができました。はい。と、はい。めげずに、もう一回ぐらいちょっと、まだズームっていうのはまだ多分みんなアプリ撮ってない人も多いと思うので、なかなかわかんない可能性もあるということで、はい、そうですね。はい、と思っています。なので、まぁ、今回うまくいかなかったんですけど、もうね、多分コロナまだなかなか長引くと思うので、もう一回ぐらい、そうですね、ズームで婚活会、もう一回ぐらいちょっと、チャレンジしたいなと、思っております。はい。参加していただける方が、いましたら、ご参加いただけたら、嬉しいですね。はい。いろいろと、お話しして、縁があったらね、先に進むような感じにできたらと思っています。20分経ちましたので、この辺で、終了しましょうか。はい。第7回ズームで婚活会は、誰も来ませんでした。第7回婚活会は、幕を閉じたいと思います。はい。はい。まだね、チャンネル登録済んでない方いましたら、チャンネル登録、ご登録いただけたらと思います。はい。今後ともね、応援いただけると嬉しいです。それでは皆さん、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.